ジャングルクロベイは、藤子、F、藤尾による日本の漫画作品、及び同作を原作とした、テレビアニメ。アフリカの密林に住むピリミー族の王様の息子である、クロベイが、ジェット機を大きな鳥と勘違いし、捕らえようと車輪にしがみついたものの日本上空で力、尽きて落下し、落ちた先イコールさよしとしケで看病されたことを機に、ガラ都市家に恩返ししようと得意の魔法や呪術で、 騒動を巻き起こすというギャグタッチの物語。なお、藤子藤尾アの漫画、黒べとは無関係。本作は藤子作品としては珍しく、テレビアニメ化企画が先行した作品で、過去、お化けの九太郎など一連の藤子作品を手掛けてきた東京ムービーが制作を担当。藤子はストーリーと漫画連載を担当した。 企画当初のキャラクター原案は当時 A プロダクションに在籍していた宮崎駿が手掛けている。ただし、宮崎が出したアイデアは、アイヌ神話のコロポックルと人間の交流を描くという完成作品とは全く異なるものであった。宮崎と共に原案を作った楠三吉郎によると、コロポックルの兄弟が人間の住宅天井裏に住み着き、 人間のものを、狩猟と称して勝手に持ち出すストーリーであった。主人公の名前から、頭の上の痴っかと牧っかという課題がつけられてくすべが、毎日放送に企画を持ち込んだところ、番組化の運びとなったが、当時はまだ無名であった、宮崎の起用に毎日放送は難色を示した。くすべが、藤子藤雄に頼むという代案を出し、企画の形がなくなるかもしれないが、 注文はつけないという条件で了解を得る。くすべがその後、藤子 F 藤尾に事情を説明して依頼したところ、発想は面白いが、このままじゃ難しいという理由で、自分なりの発想で書き直してできたのが、アフリカ先住民をモチーフとする、黒べであったという。藤子 F えふは後に、くすべに対して、楽しい作品だったけれど、でもあれは、私のキャラクターじゃないねと述べたという。 また、なかなかキャラクターに感情移入できなかったとも語っている。2016年に宮崎が作った頭の上の痴っかとぼっかの設定原画がマンだらけのオークションに出品され、53万円で落札された。漫画連載はアニメ版に合わせて1973年3月から同年12月まで小学館の学習雑誌と毎日新聞に連載されたが、 長らく単行本は発売されず、同じ藤子 F 藤尾原作のギャグ漫画バケル君第2巻の巻末に一部が同時収録されたに過ぎなかった。1988年に中央公論社より発刊された藤子藤尾の作品集藤子藤尾ランド第175巻として一冊に収録されて出版。1989年7月に 黒人差別をなくす会が同じく藤子作品であるお化けの九太郎の国際お化け連合の会の描写が黒人差別であると指摘。これを受けて藤子プロ単行本を出版していた小学館中央公論者はお化けの九太郎の当該エピソードが収録された単行本を増販中し回収措置を取ったがこの際によはや高難を避けるため 講義や指摘がなかった本作を同時に自主回収したと見られている。その後、本作を封印扱いにし、単行本は、絶版、バケル君、第2巻に収録された一部エピソードや藤子藤代の漫画百科なども別作品に差し替え、アニメ版は放送を自粛し、事実上闇に葬られてしまった作品となった。また、 この後1999年に発売された東京ムービーアニメ大全詞でも冒頭の東京ムービーテレビアニメ作品年表や巻末のサブタイトルリストでは放送期間や全サブタイトルが紹介されているものの作品自体は紹介されていない。なお、自主回収について出版社による公式な説明はなされておらず。 公にはは単なるる販売元品切れれで重は未定としてて扱われている本作の出版がなされなくなった経過について、ライターの安藤健治が取材を行い、国際お化け連合の抗議を受けた出版元が、黒人差別をなくす会の背景に、ブラック解放同盟などの童話団体があると思い込んで萎縮し、自主回収の形で葬ったようであるとの結論に至ったが、関係者の証言を得て、 事情を明らかにするまでには至らず、依然詳細は不明のままである。以上のように、長らく絶版の状況が続いていた作品であったが、藤子 F、藤尾大全集の一冊として、2010年5月25日に全一巻で発売された。単行本未収録であった作品も含めて一冊にまとめられており、上記のクレームに対しては、他の単行本と一律の扱いである。 巻末解説は、アニメ版でクロベイの声を担当した、気もつき兼ねた。告知チラシでは著作権上の問題などで、絶版状態だった、お化けの旧太郎と共にクロベイが目立つ位置に描かれ、復刻をアピールしていた。本作のテレビアニメ版は1973年3月2日から、同年9月28日まで毎日放送制作。 ネットテレビ系列で毎週金曜日の19時から19時30分に放送された。30分の1回に庭形式で全31回で合計61話。九州、沖縄地区では福岡県を除き、ネット系列局が未開局、または多系列優先のクロスネット局だった関係で、鹿児島県以外では現在 MBS が属している。 tbs 系列の放送局で放送された。当初は4月6日放送開始予定だったが前番組の変身忍者嵐が1ヶ月早く終了したため3月2日からの放送開始となった。本番組からドラえもんが2019年に土曜日に移動するまでの46年7ヶ月間、この放送枠ではアニメの放送が続くことになるが、藤子アニメとしては、 本番組終了から1981年に同作の第1期が日曜日の放送枠から移動して始まるまでの8年間存在していなかった。藤子アニメの中で在販放送局が制作に関わっている唯一の作品である。アニメ本編に関しても漫画版同様、長らく封印に近い状況にあり、別説で口述するように、 CS 放送などを含めたテレビでの再放送がない期間が続いている。なお権利元は差別的だというクレームに対応できるメーカーが名乗り出ればメディア化は可能とコメントしていた。アニメキャラクターとしての黒米も同様に長らく封印に近い状況が続き、藤子藤オランドの CM 以降しばらく登場する機会はなかったが2011年には 川崎市藤子 F 藤尾ミュージアム内で上映された短編アニメ F キャラオールスターズ大集合ドラえもんパーマン危機一発ドラえもん EDF 組合ウェオで他の藤子キャラクターと共に新作映像で登場するなど徐々にではあるが雪解けの方向に進み2015年9月より藤子 F 藤尾ミュージアムで上映されている短編アニメドラえもん キテレツ、大百科、コロスキの、初めてのお使いには赤べいがセリフ付きで、登場、2015年12月9日には、東映ビデオより初放送から約42年を、隔ててようやく初映像ソフト化、期間限定生産で、全話収録の DVD ボックスが発売され、本作の封印は解かれることとなった。アニメ版の主題歌は、現在もアニメ主題歌オムニバスなどで入手可能であり、 稀にテレビでも流れることがある。各社のカラオケや着信メロディにも収録されている。2015年に東映ビデオから発売されたトムスエンタテインメント TV 主題歌大全集にも収録されているには、本作の OPED は未収録だった本放送終了後も以下のように定期的に再放送された。ネットチェンジ後には TBS 系列局で実施された例もある。 ありがとうございます。